今日は荷物持ってどこ行くんですか？日本。日本のどこですか？秋田。おお、秋田です。長天。長天。飛行機に乗るときは。そうだね。聞いてきるの。飛行機した。じゃあ、ミオ飛行機乗るとき何するの？くれてる飛行機。うん。ちょっと待ち。ミオ今日ママと一緒見とりだね。パパも見とるの？パパ見とりある？ある。それでお揃いなの？お揃いだし。お揃いじゃない。そうなんです。パパって見よ、バンジだね。一人待ちになっている。バンジ持ってないもん。めっちゃ遅れてるので、あと飛行機は4時間だよ。めっちゃ長いよ。頑張ってね。ちょっと寝て昼寝してもいいしな。こんちきの楽しみにゃーひひひひひひ。台湾ってゆるキャラいないの？いるんだよ。もう全部の県にキャラクターがいるから。いるんじゃない？いる場所はいるんじゃない？あの、日本でキャラクターと一緒に写真撮ったじゃん。あ、東京の？ああ、じゃあここも撮る？今は、何時？今が3時45分です。実家まで親は迎えに来ないですか？家の近くの駅までです。近くの駅まで。近くの駅までってことは、今は空港から仙台駅、仙台から秋田駅で、秋田駅から家の近くの駅まで。そんなが旅です。2時間で中心があるんですね。で、その後ここ秋田駅から8分だから。ってことで電車あんまないでしょ。8分で言っても待ち時間は1時間とかでしょ。大丈夫大丈夫。30分に1本歩きます。で、8時過ぎたら次最終電が10時半。変な、なんでその2時間空き？乗る人いないんだもん、田舎だから。じゃあなんで9時にしないの？9時だと多分お酒飲んだ帰りとか、あれ、乗れ、間に合わないから。飲み会終わって10時半みたいな。ちょっと、乗り物の一日だね、みよちゃん。近いだね。疲れた。あと半分だ。それで、ポチちゃん、ポチちゃんと家に住む。楽しみだから頑張れるよね。高い。上だけ往復で4万だ。あれが我が秋田が誇る新幹線。めっちゃかっこいい。これは いい新幹線だ。怖いけど会いに行く。行くの？みよ本当に行くの？お話しするの？何話すの？怖いことしたかって。
意味をした？本当に？嘘ついてもバレるよ、お兄さん。嘘ついたらさらに怒られるかもしれない。しょうがない。すごいね、よく行くっていう。行きたくないっていう勇気を振り絞って立ち向かう勇気。逃げない迷子。逃げない。強い。誰？強いよね。いいと思う。怖いものから逃げてばっかりじゃダメだもん。明日じいちゃんとばあちゃん、ショーやっぱり。なんか2ヶ月後秋田帰るって言ってなかった？5年後でいいっす。だってもう12時間半経ってるでしょ。そう。しんど。仙台で一泊してとかならまだいいかも。そうだね。次からそうしよう。終点秋田です。やった。ホームがご利用くださいまして、ありがとうございました。カメラのそんな顔して、もうやめ。疲れちゃうね。頑張ったね。よくまでよし、じゃあ森って電車乗ってよかった。どんなマイク怖くないの、ミオ。それは怖い。めっちゃ笑顔。めっちゃ笑顔。こうしられんの今日までです。新幹線2時間くらいでもうそんなきつい。私前なんか夜行バースはどうやって乗れた？乗ったことある？絶対乗らないよ。何時間？8時間か。8時から10時間。東京まで。しんどすぎる。若かったって感じ？あたす。ありがとうございます。ありがとうございます。そこまで気持ちあったってことだな。お前無理って言ったな。よいしょ。ありがとうございます。みんな降りるよ。いるけー。はい、ありがとうございます。疲れた。え、はい、田舎の駅なんでエレベーターはございません。ちなみに夜は駅員はもういません。うん。駅員はいません。いません。なんで電車の運転手さんにチケットを見せます。え、じゃあ駅でなんかあったらどうすんの？知りません。2個？ 1 個ちょうだいよ。うわ。どう？それで親なんで秋田まで迎えに来れないなって思う。ふざけんなよ。なんで秋田駅に来ないなって。最後で追い込まれるわ。とどめを刺しに来たわ。次、くだり。ピーン。ちょっと危ないからみよ、パパの後ろ来てね。わあ。つらつらすぎ。気をつけてね、みよちゃん、ゆっくりね。そう。ママもゆっくりよ。お久しぶり。台湾にない軽自動車です。ちっちゃすぎてスーツケース入らない。これもう一個あるの。じゃあ、みちるはこれを抱えて前に座る。
はい。さらにとどめを刺して。コンビニ。晩ご飯。晩ご飯。いや。まあ、なんか買おうか。お菓子買っていいよ、みよ。他に住んだったら、まあ、だや。品揃えいい方だからな。懐かしいものの配布。みよちゃんはそれ本当にたまに食べない時もあるんじゃん、あなた。ありがとう。いや、あたぬいたろ。暑いでしょ、暑いでしょ。暑い？暑いか？暑いな。ほんと、消すか？かわいいね。なんかいらんねえな。いや、寒くない？日本暖房つけすぎや。マジか。赤ちゃんの時あったの覚えてない？赤ちゃんの時だぜ。赤ちゃん、6回ですよ。まだね、わかんない時だもんね。やっと会えたね。やっと会えたね。おばあちゃん嬉しいわ。おばあちゃん嬉しいよ。乗れるやつ、ポックって押すの？うん。大人も乗れるの。押して。やめろや。帰りだるいからな、マジで。壊すなよ。押して、こう行くの？あ、そういうことか。こうか。なんだ。で、こうだ。かっこいいでしょ、みんなが。かっこいい。すげえ。かっこいい。ちょうどいいじゃない。こういうのあるんだ、今。すごいね。すごいな。なんでこれをコーヒー？うまい、うまい、見て、エアフレッシュ死んでる。え？ここ。あ、ドライになってくれない。おはよう。ドライ。かわいい。これはなんだお前。バレた。なんだこれ。なんかね、アニャがさ、顔知ってこい。猫のせいにしてます。ミオの日本語めちゃうまいって。うまい。うまいよね。びっくりした。うますぎるわ。全然。普通に話してるけど。おいしいって中国語でなんて言うの？好吃。好吃。おお。これは本物。好吃。なんか発音すごいよね。発音違う。本格的だよね。いや、ミオの中国語はちょっと日本語の訛りが入ってて、ちょっと発音ができないところもあるんです。絶対日本語の方がうまいです、ミオ、今は。あの、あよ、ミオ。英語やん。英語がいいの。英語も喋るの？そう、三角語話す。なんで三角語も喋れるの？ハロー？パパ売れてるの？お財布とか。レザーやってる。レザーもいっぱい作った。パパ。レザーも？うん。あ、ミオ一個リュックにかけてる。かけてるの？え、見たい。どれ？よくないもんね。あ、そっか、持ってこなかったんだ。今日、ここに泊まる。うん。中国語を喋って、日本語を喋って、英語も喋って。あんちゃんが教えてんの？あの、英語は学校で勉強して。学校に行ってるの？あ、幼稚園でってこと？英語の学校じゃなくて？英語の授業だけですね。ABC 行ってみたら。幼稚園からやるの？うん。何でもやるよ。英語の先生くん。リンゴ、リンゴは何？アップル。手をここに作って、それで。なんか香水みたいだね。まあ、香水みたいな感じで、ちょんちょんってやって、ピッピーってなって。あ、すごい。そんなに早い？うん。なんかこれ聞くっしょ。うん。頭につけてもいいの？いいよいいよ。頭よ。やっぱり家族。やっぱり家族。同じことして。普通に聞くからも。頭痛の時はどこにつけるの？もうこうやってやって。ここに？こうやって？マジかよ。下げたらごめんな。下げたらカツラよ。うん。
寝やすいや。肩に乗ったのね。あんまり気に入ったの。気に入った。これ高いの？めっちゃ高い。マジマジいくら？そんなしない。余計でもまた頼む。一個2万ぐらい。みおちゃんみおちゃんこれいくら？わかんない。わかんないよね。2万円だよね。200円？500円ぐらい。そう。マジか。これ500円？買ったらいっぱい欲しいよね。なんか今んこいる？うん。いいよ。いいの？使う本当に。そのままでいい。いいの？そのままででいいの？うん。うーん。偉いね。可愛くない？あ、ちょっと待って、似てない？ほら。ん？ほら。似てねえし。似てるじゃん。ほら。みおちゃんとそっくりじゃん。みおどう思う？似てる。可愛くない？顔みたいな。顔。これ、着替えれるの？うん。これ、綺麗な服、うん、じゃあ、お人形は可愛い？似てるね。似てるわ。これ、パズル。それはパズルで、これはシールブックだって。うん、やっぱりまたお風呂したい。今日お風呂入れんの？お風呂入れる。お風呂どこにある？見に行く？行こう。行こう、行こう。すごいよ。こうしてこうね、こうやって台湾って蓋しないよね。しないよ。なんで蓋すんの？こうね。え？入るよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。もう一人で寝るの？うん。怖くない？本当？寝れる？目閉じて。でも、パパ、ママ、後でも一緒に寝るよ。おやすみなさい。疲れたんでしょ？